おはようございます。本日のおすすめはこちら、魔女大太郎先生のケメリカ土か食い物です。独特の文体と勢いのある展開、そして一冊で殴ってくるような魔女先生のデビュー作、家族よりも濃い血の物語です。連続主婦暴行事件に母親が巻き込まれて帰国した主人公、事件を追いながら総和的に自分の過去、ルーツに気づいていきます。恐怖と暴力、なのに読後感はあまりにも優しい。ぜひお読みくださいませ。